こんにちは。ネイリスト中山千恵子です。なんと、こちら、今マイネイルお試しでつけているハーフチップを使ったこの長さ出しのネイルなんですけれども、どっちも動画残ってるので、ぜひチェックしてみてくださいね。で、ちょうどね、こちらが今ね、11日前です。で、こちらが2週間経っております。イエーイ！こんな感じです。で、今ね、これ、とっても10本綺麗に無事に見えますよね。なんですけど、実は、こちらの親指、ちょっと一回トラブルが発生しました。今はね、もう全然、また、こんな感じで綺麗に保たれていますが、実は1週間前に撮った動画があるので、ぜひご覧ください。皆さんこんにちは。ネイリストの中山千恵子です。こちら、この間、新しくしたマイネイルです。イエーイ！かわいい！ベース、いつものピールオフジェルという剥がせるベースジェルを使ってみました。で、他のね、指、基本的どの指もね、まだしっかりついてるんですよ。全然、右手とかでもこんなね、しっかりついているのに、親指、やってしまったんです。もうね、今、結構パカパカ。しています。ちょっと根元の方がまだくっついてるんですけど、これはですね、なんでパカパカし始めてしまったかというと、ペットボトルのこのラベルを剥がそうと思って、ついいつもの癖でここで親指でカッと引っ掛けて、開けようとした時にパカってきちゃったんです。その時はまだこんなにパカパカしてなかったんですけど、その後サロンワーク入ったら、もうパカ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 してきてしまったので、ちょっとね、一旦取ろうと思います。さようなら。もうかなり剥がれているので、もうこのまま取っていっちゃいましょう。根元の方はね、ピールオフジェルのみでつけているので、簡単に取れますね。やっぱり先端の方だけ普通のベースジェル使ってたので、ちょっと一緒に爪が剥げちゃってますね。ちょっとね、新しく付け直そうかどうしようかなって、思ったんですけど、実は、試してみたいことがありまして、ちょっとね、試してみようと思います。楽しみ！実験をしてみようと思います。このチップというかね、今取れた爪の裏も、ちょっと一度残っている、ピールオフジェルの粘着を一回取っていきますね。もちろん本当はね、付け直した方がサロンワーク的にはいいんですけど、前にインスタライブやった時かな、YouTube ライブやった時かな、質問で、ビジュージェルでチップはつけれるんですかって聞かれたことがあって、ちょっとどのぐらいつけたら持つもんなのかなっていうのを、ちょっとね、やってみたいと思います。やった！それでは、まずは、爪の表面にプレプライマーを塗っていきます。そしたら、まずは、ピールオフジェルを。根元ですけど、ちょうどね、爪が伸びてきていたところあたりまで塗っていきましょうか。そのあたりまでしかね、チップ乗らないので。この、さらに先端はいつもの、普通のベースジェルを塗っていきます。じゃあ、これでライトに入れて一度30秒硬化していきます。ベースジェル硬化してみました。じゃあ、ここにね、このビジュジェルでつけていってみましょう。多分、ビジュジェルの中にもちょっとね、気泡とか空気入っちゃうと、それはそれでね、ちょっと心配なので、ちょっとね、たっぷりめに塗っていきますね。こんな感じで。まあ、あんまりね、塗りすぎちゃっても、もともと爪の形をしているはずなので、良くないので、こんな感じでいいかな。ちょっとね、これを、ここに、このまま、カポッと装着していってみましょう。キュッと。で、あ、これギュッと押さえながら硬化した方がいいかな。ちょっと押さえながら硬化します。根元の方にビジュージェル、ちょっと多すぎましたかね。多すぎたかもしれない。ちょっとね、出ちゃったので、一回軽く、ちょっと整えていきます。トップジェルでコーティングをして、どのぐらい持つかをね、実験していきたいと思います。こんな感じで、同じように装着をしていきました。ちょっとね、あんま裏からは力かけないようにして生活をしてみますね。大丈夫かな？ちょっとどのぐらい持つのか検証してみたいと思います。はい。VTR ご覧いただきありがとうございます。そうなんです。実はね、一回親指取れちゃって、ビジュージェルでつけるっていう荒行を行ってみました。で、多分ね、これ今回クリアなデザインなのでビジュージェル使ってみたんですけど、マットな色だったらちょっとライトの光がね、当たるか内側までちゃんと当たるかわかんないから、ちょっとわかんないですけれども、今回はね、いろんなところにクリアがあって、ちゃんと光が当たるようになっているので、試しにビジュージェルでくっつけてみたら、むしろすごい結構ガチガチに今くっついてます。かなりちゃんとくっついてますね。で、他の指は、今ね、もうね、裏からギュッてやる作業はすごい気をつけているので、もう何事もなくついています。というわけで、また、今まだね、11日と2週間なので、あと2週間ぐらい経ったら、マイネイル、変える、YouTube ライブするので、ぜひ、その頃までにまた何かちょっとトラブル発生したら動画にしますし、トラブルなかったらまたライブでマイネイルチェンジしていくので、また、お楽しみにお待ちいただけたら嬉しいです。またねー。